い、皆さん、こんにちは。今週も始まりました。あけみのワンちゃんプレディオ、イエーイ。はい、今週も生放送で1時間、元気よくラジオ放送していきたいと思います。MC は私、ワッツアッパーです。皆さんよろしくお願いします。はい、この番組は、毎週土曜日、お昼の12時から、1時間生放送でしていく、ダンスの情報番組です。はい、What's up, あけみです。よろしくお願いします。はい、この番組は、FM 沖縄じゃない。FM 小座。FM 小座からのラジオ配信と、あと、ユーストリームでの映像配信と、ツイッターをやってる方は、ツイキャスからの映像配信もやっていますので、ぜひ、ラジオだけじゃなくて、映像が気になる方は、映像の方もチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくします。先週ね、ちょっとお休みしてしまったんですけど、シルバーウィークから、主催のイベントが3つ続いてたんですよ。で、その3つとも、私が MC で入っていたので、さすがに声が出なくなってしまって潰れてしまったんですよ。でラジオの時までには一応かすれた声で少しは出ていたんですけど、こんな声での放送はちょっとまずいだろうということで、先週はお休みさせてもらって、でまたちょっと今週は声もだいぶ治ったんで、復活って感じで元気よく放送していきたいと思います。今日の放送内容は、そのシルバーウィークが終わった週の土曜日に、パークアベニューの方で、カナデルパークっていう、4ヶ月に1回やってる、沖縄市のお祭りがあるんですけど、カナデルパーク、このパークアベニューでやったんですけど、パークアベニューで、地域のお祭り、なんとダンスコンテストを開くことができたので、そのダンスコンテストの結果発表と、あとは、当日こんな感じだったよって感じで、話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あけみん、こんにちは。今日、帽子ちゃうやんって。あ、そうそう。前かぶってた帽子と違うかな、わかんないけど。違うか。はーい、帽子が大好きな WhatsApp あけみでーす。できるだけ、喋ってるときはたまに余裕なくなっちゃうんですけど、コメントとかが来たらなるべく読んでいこうと思っているので、よろしくお願いします。では、今日も元気な一曲からかけていきたいと思いますので、聴いてください。どうぞ。今ラジオでは曲がかかっています。かけてる曲はランチマニー・ルイス、フューチャリング・アンジェリーゼで、ウィップイットです。はい、先々週のあけみんの髪型、あんまり姿まだ出すの恥ずかしいんですよね。まあ、いつも毎週帽子ですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。調子に乗っちゃいます。まあ、ラジオ放送ではこの声は放送されてません。曲がかかってるのでって感じですかね。そうそうそう、帽子取ってくれたんですけど。そうそう、恥ずかしいんですよね。ゆきりんさんは
お仕事何してる人ですか？あ、この曲大好きだ。今かけてる曲で今度子供たちとダンス作ってお客さんの前で踊れたらなと思ってます。 Whip It っていうやつ。ノリノリ。お届けしている番組は、あけみのワッツアップレディオです。ここから先は、いつやったんだっけ？ 9 月の、26日土曜日に、沖縄市のパークアベニューの方で、カナデルパークっていうお祭りを開催されたんですけど、そのカナデルパークのお祭り内で、BC ストリートダンスコンテストということで、ダンスコンテストを開催しました。なので、そのダンスコンテストの結果発表を中心にお届けしていこうと思っています。よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、
早速このイベントについて話していこうかなと思うんですけど、カナデルパークは、4ヶ月に1回のペースで、1年に3回かな、当たってるかな、3ヶ月に1回だったか、3、4ヶ月に1回のペースで、1年に3、4回に超適当だねこっちのパークアベニューを封鎖して、この道でちょっとしたお祭りをやってるんですね。で、音楽フェスタなので、バンドの人を呼んだり、あとはアーティストの人を呼んでライブしてもらったり、で、自分たちみたいなダンススクールが参加してダンスのパフォーマンスをしたり、ここの地域に集まって盛り上げましょうって感じでお祭りをやってるんですけど、やってるそのカナデルパーク、ぜひダンスコンテストやってくれないねっていう話だったので、BC ストリートダンスコンテストっていう名前でやりましょうって話が進んで、ダンスコンテストをやることになりました。で、当日は、部門が3部門あって、で、まずは小学生部門と中高生部門、この2つの部門はよくあちこちで開催されるんですけど、あともう一つ、ビギナー部門を今回は特別に作りまして、でビギナー部門って言ったら、小学生までのまだ優勝したことのないチームっていうことで、年齢制限も小学生まで、しかも、優勝したことがない人たちということでビギナー部門っていうのを作ったんですよ。で、例えばビギナー部門で年齢制限がなかったとしたら、優勝したことはないけれども、めっちゃ練習しているダンス部の高校生が来ました。そしたら優勝したことはもちろんないけど、3、4歳ぐらいの超小っちゃい人たちが来ましたってなったら、レベルが全然違うから、年齢も小学生までっていう風に制限をして、しかもビギナー部門も優勝したことがない人たちだけねっていうことで、まあ同じぐらいの人たちが競えるようにっていう感じで制限を設けました。なのでビギナー部門と小学生部門と中高生部門、この3つの部門で勝負していきました。まずビギナー部門、特別賞はブギーが特別賞になりました。おめでとうございます。そしてビギナー部門第3位はハーフティーダッピー、準優勝がリトルモンスター、そして優勝がジェリービーンズに決まりました。おめでとうございます。はい、じゃあまず特別賞のブギーなんですけど、このチームは、他にある RL ダンススタジオって言って、いつも審査員とかで入ってくれる桜さんの、ダンススクールの子供たちなんですけど、7歳から、9歳ぐらいまでのちっちゃい子たち、4人組で結成されたチームで、もう本当に言ったらダンスは下手っぴーだわけで、下手くそだけど、もう見た目がめっちゃ可愛くて、で、4人ともすっごいおしゃれで、で、踊り始めた瞬間、会場の心をめっちゃ掴んだって感じですかね。もう本当に特別賞にふさわしいっていう感じですね。ワッツアップが主催するダンスコンテストの特別賞は、4位のチームではないんですよ。4位のチームにあげてもいいんですけど、その日に本当に特別だったチームにあげようということで特別賞を用意しているので、優勝、準優勝、第3位が決まった後、審査員の方に集まってもらって、この中で特別だったチームに特別賞をあげたいので、順位も関係なく、とっても印象に残ってるチームにあげたいんですっていうふうにいつも話して、で、今回はこのブギーっていうチームが特別賞をもらったっていう感じですね。ありがとうございます。で、ビギナー部門第3位、ハッピーランピーなんですけど、このチームは優勝候補だったね。まあ3位ということで少し悔しそうでしたけど、まあいつもダンスコンテストに参加してくれるメンバーたちです。このワッツアップが主催するダンスコンテストでたくさん賞を取ってきているね。今まで準優勝まで取ってきたことがあるチームで、ハッピーランプティ今並みになっているけれども、今のヒップホップのダンスなんですけど、このダンスになってからハッピーランプティは頑張って準優勝までの賞を取り続けていますね。
で今回あのまたビギナー部門って区切られているから、まあ、優勝候補だなと思ってたんだけど、まあ、この日は第3位という結果でしたね。また次に向けて頑張ってほしいと思います。で準優勝が、WhatsApp から新しいチームでリトルモンスターというチームが準優勝が入りました。ありがとうございます。リトルモンスターはバトルプリンセスの3人とリルビットの4人かなを合わせて7人のチームなんですけど、下は5歳から上は、8歳かな9歳かな歳3年生までの子たちで、5歳からいるから5歳が2人もいるんですよ。だから見た目がめっちゃちっちゃくて、しかも衣装もちょっとオレンジのジャケットを着せてるんですけど、めっちゃおしゃれに見えるんですよ。でそれで、まあ、かわいいコロコロしたちびっ子たちが、ね、7人出てきてどんなダンスをやるんだろうというふうに注目するじゃないですか。したらじゃあまずバトルプリンセスだった3人がもうドッカーンってもう私たち女の子よみたいな、かかってこいやみたいな気合いのダンスするんですよ。でそこでまず、まあ、会場の心をつかん でその後7人で一斉に踊って一番ちっちゃい子真ん中にして曲変わってドーンみたいな、そういう流れであの踊ってるんですね。で、審査項目が6個あるんですけど、ダンスの技術、構成、衣装、チームワーク、あとシンクロって言ったらどれだけ動きが揃ってるかどうか、とあと何だったかな、いつもあと1個忘れるんだけど、一応6個項目があって、でその中で審査していくんですけど、この日リトルモンスターすごかったね。一番この日会場から大きな拍手を迎えていたと思いました。おめでとうね。私もこのリトルモンスター指導に入るときに、もう秋吉先生とっても悔しいから絶対みんなに紹介したいって言って練習始めたんですよ。リルビットもバトルプリンセスもだいぶ頑張ってるのになかなか賞が取れないっていう時期が続いてたので、この2チームに絶対に賞を取らせたいから今回合体してしまおうっていう風に話も仕掛けて、でもみんなのやる気と、あとヒーハーのメンバーがいつも練習手伝ってくれるので、5年生の子たちに、練習手伝ってもらいながらの、やつだったんですけど、入れてよかったですね。準優勝リトルモンスターでした。そして優勝はジェリービーンズ初優勝、おめでとうございます。ジェリービーンズは、WhatsApp からのチームなんですけど、WhatsApp からジェリービーンズは、9名で活動していたんですけど、メンバーの一人がさ、妹がちょっと治さなきゃいけない病気にかかってしまって、でちょっと治療が大変らしくて、そのお姉ちゃんのダンスの送迎をやっていると妹の治療がちょっと大変になってしまうからということで、治るまでの間お姉ちゃんがちょっとダンスお休みしなきゃいけないということで、メンバー9人全員で出れる最後のコンテストだったって感じでめっちゃ気合い入ってたんですよ。で、ジェリービーンズも同じく指導に入るときに、あきる先生、めっちゃジェリービーンズが賞取れないのとっても悔しいから、とっても賞取らせてあげたいって、絶対今度の大会で取ろうねって約束して、で、ちょっと、まあ、2、3年生がほとんどだから、そのちびっ子たちにとっては大変な練習だったと思うんだけど、徹底的に揃えるっていうのを重視して練習させて、あとはもうね、みんな9人で踊れるの最後って思ったら気合いですよねって感じで、めっちゃみんなの気合いと、あとお母さんたちも頑張ってねって思いがあったと思うから、それにみんな応えての今回の初優勝だったかなっていうふうに感じました。で、こうやってたまにビギナー部門に区切ってやるときは、優勝経験のないチーム限定ということでやるので、ジェリービーンズさんは優勝したから、今度からこういうビギナー部門とか、区切りがある大会には出ることができません。なので、普通の小学生部門として、エントリーしなきゃいけなくなったから、ここから先がもうまた、ね、1個レベルアップしなきゃいけないので、また練習大変になってくると思うんですけど、ね、頑張ってちょうだいねって感じですね。
はい。一応これが一つの区切りだと思っているので、また次の練習あたりから、新しい振り付けに入れたらなというふうに思っているところですかね。はい、みんなちっちゃいけど練習頑張ってちょうだいねって感じです。ビギナー部門の結果はこんな感じでした。で、あと2部門あるんですけど、小学生と中高生部門ですね。じゃあまず小学生の方がエントリーできるキッズ部門、特別賞が、特別賞がフリーキーリーキーフリーで、第3位がフォルム、準優勝がマグナム、そして優勝がヒーハー、こういう結果になりました。ありがとうございます。そう、このキッズ部門で、ね、エントリーのキャンセルとかがあって、少し参加チームが少なかったんですけど、まあ、そんな中でも4チーム集まったチームがとってもレベルが高かったので、すごく見応えがあったと思います。まず、フリキリキ特別賞だったんですけど、特別賞はフリキリキって呼んで、もう誰も喜んでないわけ。ああ、やっぱ悔しいよねって感じで、ちょっとインタビューした時も、やっぱり悔しいですね、みたいな感じで話していたので、そうだねって感じで、その時は力を出し切れなかったって感じだったんですけど、この悔しさをバネにして次につなげてもらいたいなっていうふうに思いました。で、第3位が、フォルム。で、フォルムは、この新しい振り付けになって、初振り手の賞だったので、まあ、良かったですねって感じで、私的には指導してるので、まだまだ直したいところがいっぱいあるから、これで調子に乗らず、また次に向けて頑張ろうねって感じでした。で、準優勝がマグナムですね。マグナムは、今の振り付けはだいぶ仕上がってるという感じなので、また次回からは別のネタでできるように、また準備してから進んでいきましょうねって感じで、また次のレベルに入っていけたらなっていうふうに思っています。そして優勝は、優勝はですね、ヒーハーはワッツアップの小学生チームを代表するチームなんですけど、最近ヒーハーは結構調子良くて、あちこちの大会でいい成績を収め始めています。で、今回はこのデルパークは優勝しないと恥ずかしいでしょうっていうぐらいの感じだったので、まあ安定の感じで優勝取れてよかったねって感じでした。はい、キッズ部門はこんな感じでした。そしてもう一つ部門があるんですけど、中学生、高校生が出れるジュニア部門がありました。ジュニア部門の特別賞はリアライズで、第3位がシャインブライト、準優勝がマージャーズで、優勝がアピス、このメンバーたちが取りました。おめでとうございます。まず特別賞がジュニア部門リアライズだったんですけど、この結果発表の時にちょっとハプニングが起きて、私が表彰を間違えそうだったんですよ。で、途中まで発表して、コンテストの結果発表の時は一応いつも優勝から言うんですよ。で、優勝はアピスって言って、で、準優勝のところにマージャーズだったはずなのにリアライズって書いてあって、で、表彰式の前に準優勝がマージャーズっていうことを確認してたから、準優勝は準優勝リアライズじゃない、待ってよーっていう感じで、一回間違ったチームを呼んでしまったんですよ。で、あ、ごめんごめんって、ごめんリアライズじゃなかったっていうふうに、ちょっとパタパタしてしまったんですけど、本当にごめんねって感じでドキドキさせて、で、準優勝、ごめんなさい、改めて発表します。準優勝はマージャーズって言ってね。準優勝で、一発で発表できなかったから、できなかったから、もう、呼ばれて、なんか素直に喜べないような感じで、そこだけならちょっと失敗がなければなと思いました。当日、チームだけ出れなくなってしまったチームがいて、でそこの枠に間違って、その点数が繰り上げで書かれてたんですよね。なんかちょっと書類上のミスでずれた順位が書かれてしまったということで、優勝がアピス、準優勝マージャーズ間違いなく表彰式で言えたんですけど、第3位に全く違うチームが書かれてあったから、ちょっと待ってくださいね、ちょっと表彰式も一旦そこで中断して、で点数を確認したら、
予定に入ってなかったチームの子たちが第3位として点数が入ってるから、じゃあそこのチームに表彰しますってなって第3位シャインブライトって表彰して、でそしたら特別賞の枠が空いちゃったんですよ。なのでお客さんの前で急遽審査員の皆さんにもう一度集まってもらってすみません、ちょっと結果がずれていて特別賞のチームをもう一回決めていただかないといけないのでということで説明して、でその場で立ちながらみんなで円を作りながら審査員の人が特別賞をその場で決めていただいたっていう感じで、いやらやつが特別賞になったんですけど、ね、ごめんねって感じだよね。こうやってみんな結果をすごく楽しみにしてるのにこんなにヒヤヒヤする結果発表はなかったはずよ。で私もミスに気づいてとっても良かったさって感じ、間違った表彰はしなくて良かったです。で特別賞リアライズということで、私が最初に間違えて準優勝で呼んだ後の特別賞だったから、メンバーたち本当は準優勝が良かったんですけどふうにインタビューの時にも言ってて、ごめんねごめんねってめっちゃ謝ったんですけど、まあ賞が出て良かったねって感じでした。リアライズは、その3日ぐらい前にライカムでもダンスコンテストがあって、その時は入賞できなかったんですけど、後から調べてみたら結果は5位だったということで、結構まあ悪くない順位で、今回のやつが、特別賞ということだったので、リアライズもここから先普通乗ってたらダメだけど、ダンスコンテストに挑戦していってそこに食い込んでいかないといけないのでって感じですかね。レベルをちょっとずつ上げて頑張ってもらいたいなっていうふうに思いました。で、ジュニア部門第3位がシャインブライトなんですけど、この子たちは前回マンタ祭りでやったダンスコンテストの優勝チームのビソントセブンのメンバーの4人なんですけど、ラビソントセブンとしては出場できないということだったので、メンバーとあと曲チェンジしてシャインブライトとして出てくれました。ね、前のラビソントセブンの時はもうテーマがゾンビみたいな感じで、メイクもめっちゃゾンビだわけで、ダンスもなんかゾンビみたいな動きで踊って、この前も優勝したんですけど、今回は可愛い格好をしてからめっちゃ女の子さみたいな、あの子たちがゾンビだったとは思えないぐらいルックスの変化で誰も気づかなかったんじゃないかな。でシャインブライトとして踊ってくれて、でめっちゃキラキラ笑顔で女の子のダンスしてから、ね、すごく素敵な雰囲気出していました。で準優勝がマージャーズだったんですけど、ライカムのダンスコンテストではマージャーズが優勝だったんですね。で今回カナダルパークでは準優勝ということで、一つね順位が準優勝になっちゃったということで、ちょっと本人たちすごい悔しそうでしたね。でそうだな、連覇で私もダブル優勝しちゃうのかなってちょっと期待があったんですけど、まあ、準優勝、まあ、この結果もものすごくいい結果なので、また次に向けて頑張ってほしいなというふうに思いました。でライカムのチャンピオンを抑えての優勝チームが、今回初めて参加してくれたアピスっていうチームなんですけど、アピスは、小学6年生と中学7生かな、1年生2年生の2人組で、小学生と中学生の2人組で、県内のダンスバトルでも敵なしって言っていいほどのバトラーの2人ですね。2人ともヒップホップスタイルで踊ってるんですけど、2人でフリックして、2人で曲決めてって感じで、全部自分たちプロデュースで、ね、踊ってくれて、でめっちゃセンスの塊って感じだし、やっぱりちっちゃい頃から踊ってるから技術がすごいんですよね。あとバトルでとっても勝ち上がってきてる子たちだから、もうショーケース、ショーコンテストで、ね、ショーパフォーマンス、チームダンスをしてもめっちゃかっこよかったっていう感じでした。ね、2人こうやってワッツアップの主催のダンスコンテストにこのアピスが参加してくれたっていうのが一番嬉しかったので、参加してくれてありがとう、しかも優勝取っちゃったねって感じで、私としては MC しながらすごく嬉しかったです。カナデルパークで開催された BC ストリートダンスコンテストの結果はこんな感じでした。
感じ。はい。で、私も MC しながら、最後ら辺はもう声がもう全然出なくなっちゃって、この、BC ストリートダンスコンテストの中盤ぐらいまでは、頑張って声出てたんですけど、もうやっぱりね、主催のイベント3つ目だったから、連チャンで3つ目だから、持たなかったですね。かすれてかすれて、超聞きづらい声で、皆さん、すみません、みたいな感じだったんですけど、とりあえず最後まで、最後までよかったなというふうに、無事に開催できました。はい。で、はい。まあそんな感じで無事に終了って感じでした。最初の方は、お天気も少し心配だったんですけど、途中から雨も止まって、開催することができたので、これもみんなが集まってくれたパワーのおかげだなというふうに感じました。はい、こんな感じで、無事に、シルバーウィークめっちゃ忙しかったんですけど、予定していた主催イベントは全部こなすことができました。っていう感じですね。はい、じゃあここで、また曲の紹介をしていきたいと思いますので、またご機嫌な一曲、ぜひ聴いてください。どうぞ。これツイキャスって今流れているの？30分以上できるようになったんですかね？どんなかね？一回切った方がいいのかな？そのままでいい？
ツイキャス30分以上できるようになったんですね。イエーイトニートニーチョッパーの帽子かと思った。これはセブンユニオンです。セブンユニオンのバケットハット、イエーイこの前帽子数えたらお家に50個ぐらいあったんですよ。で、あの、かぶってないのもたくさんあったので、しっかりきれいに洗濯してからダンススクールの方に持っていきました。20個ぐらい持って行って、今お家にはまた30個ぐらいあります。またニット帽は別だから、ニット帽合わせたらまた50個ぐらいあるのかもしれないけど、はい、お届けしている番組は、あけみのワッツアップレディオです。はい、じゃあここから先は、そうだな、これから予定しているダンスイベントの情報を言っていこうかな。ダンスイベントではないんですけど、ダンスイベントの情報を言おうかなって思って、ダンスイベントではないんですけど、どういうことよって感じよね。私、沖縄市でダンススクールをやっているんですけど、毎週水曜日だけは、浦添の方にちょっと出張でレッスンしに行ってるんですよ。で、浦添の方には、もう8年ぐらい連続で、お世話になっているんですけど、子供たちの劇団、ゆいゆいキッズシアターっていう子供劇団があるんですけど、歌とダンスとお芝居と、あと、まあ、そんな感じでやってる子供たちの劇団があるんですよ。それで、私ずっと8年ぐらいダンス指導に関わっていまして、今日と明日、土曜日、日曜日で、この浦添ゆいゆいキッズシアターの公開発表があるんですね。浦添の手だこホールの方でやるんですけど、土曜日、今日が夕方の6時から、で、明日が日曜日、お昼の2時から、舞台発表の公演があるんですけど、私は土曜日、私もレッスンしているので、今日は見に行くことができないんですけど、明日は日曜日なので、明日の2時のやつ、ちょっと舞台発表を見に行ってこようかなというふうに思います。今回の演出で入っている人が、かなでっていうんですけど、かなでが、もともとこの子供劇団出身の子で、今はもう成人してるんですけど、大人になってからもこの子供たちのことをずっとサポートしていて、で、やっぱりここの劇団出身だから、とっても、どういう風に演出したらいいかっていうのが子供たちに伝わりやすかったみたいで、今回はちょっと一番見てて分かりやすく仕上がったんじゃないかなという風に思っています。ね、これ、見てて、結構いい仕上がりになったんじゃないかなって思ってるのは、もしかしたらその関わってる講師陣たちだけがそう思ってるのかもしれないけど、まあ本番多分たくさんの人たちに感動を与えられる舞台になればいいなっていうふうに思いがこもってるので、ねえ、どれだけお客さんに伝わるかどうかだね。あとはもう、あっちの音響さんたちが、しっかりセリフが聞こえるようにマイクを大きな音で出してくれたら一番いいんだけどって感じだね。とっても、いい舞台に仕上がりましたので、多分当日でも入れるはず。
今日と明日、今日浦添のテダコホールの方で、ユイユイキッズシアターの舞台発表があります。君とつなげる虹を演目なんですけど、とってもいいお話だからさ、内容を話さないのかいって感じだけど、ぜひお時間のある方は見に行ってください。今日は夕方の6時から、で明日は昼の2時からありますので、気になる方はぜひチェックしてくださいね。よろしくお願いします。そして、ワッツアップアケビダンススクールのイベント出演情報は、今度、10月18日、ライカムでダンスショーやりまーす。はい。ライカムね、やっと来たよって感じですよ。はい。5階の、テラスって言ったらいいの？ 5 階の方のステージでやるんだけど、もし雨が降った時は、室内の3階の方に移るみたい。で、今回、ライカムの方から1個お願いがあって、絶対にハロウィンのダンスショーを入れてくださいねっていう風に言われたんですよ。で、ワッツアップは、何年前かな、5年ぐらい前までは、10月に入ったら必ずハロウィンのダンスショーを作るようにしてたんだけど、ワッツアップはさ、ハーフの子とかもいっぱい来るわけ。で、神様を信じてる子たちもいっぱいいるからさ、クリスチャンの子とかに、このゾンビダンスとかさせるのちょっとなって思い始めて、やらなってたんですけど、今回は絶対に入れてねっていうお願いがあったので、ちょっと上のクラスのお姉ちゃんたちだけで、久しぶりに怖いハロウィンをちょっと入れてみました。で、1回のレッスンで仕上がったから、すごい素晴らしい対応力だなって思うんだけど、今日このライトのダンスショーまでにもう1回このダンスの練習があるから、さらにちょっとグロテスクな感じで、あとちょっともうちょっとハロウィンっぽく雰囲気が出るように練習したいなというふうに思います。あとはパフォーマンス自体は45分間ちょっと長めにいただいたので、いつもダンスショーやるぐらいのボリュームを目指して、楽しくいろいろなダンスを見せていけたらなと思っているので、ぜひ18日はライカムの方に遊びに来てください。時間が結構遅かったよ。夜の7時半から4時半です。すごいね。だからもう暗い時から合わせてハロウィンショーやってくださいって感じで、ね、この雰囲気出しまくりだね。私たちも今日夜からってことなんで、当日ダンススクールに集まって、多分お昼から集まって夕方ぐらいまで練習かな。で、早めにライカムに入って、でもうお買い物したいもいるだろうし、少しライカムでブラブラしてから7時半から本番って感じですかね。とっても楽しみ、ね、10月18日はぜひ皆さんライカムに遊びに来て、7時半に合わせて5階の方に来てくださいね。もしかしたら雨が降ってたら3階の方でやることになりますので、ぜひチェックしてください。はい。で、そうだな。あと、今、頑張って進めている準備のやつが、11月なんですけど、また、あと1個ダンスコンテスト開催できたらなと思って動いているんですよね。で、去年も開催できたんですけど、ダンスコンテストって結構時間かかるんですよ。一つの部門が大体50分ぐらいかかるとして、私は頑張って3分後ぐらいやりたいから、簡単に計算して3時間ぐらい時間がないと、ちょっと詰めて急いでやるコンテストになっちゃうから、3時間くださいって去年言ったんだけど、1時間減らせ、2時間でやったんはやった。だけど、今年また話しに行ったら、2時間、1時間半でやってくださいって言われてから、だけど、1時間半、短い時間で行きませんって言ってしまったら、だったら、私たちの方のダンスコンテスト入れることできませんねっていうふうに言いますっていうことはしまったら、だったらもうめっちゃきついんですけど、1時間半でできるように頑張って考えてみますっていうふうに。お話をしてきたところです。でも、1時間半でダンスコンテストやるって超大変じゃない？あっという間すぎるよね。ちょっと、パタ
パタするだろうな。で、頑張って、無理やり2時間もらえたらなっていうふうに思ってるんだけど、まあ、あと何回か通って話するさって感じですね。なんかこの、わかるけど、時間がないのはダンスコンテスト、時間が必要なんだよ、必要なんだよって感じですね。まあ仕方ない、まあ、あのこの時間でって言われたんだから、私はそれに答えるしかないから、それでみんながハッピーになれるような大会を作れるようにちょっと頑張ってみようかなって感じです、ね、できれば2時間できれば2時間もらえたらなって感じで、少しお話も頑張ってみるので、また11月にはダンスコンテストが多分できると思います。で、もう年末に入っているの で、でもね、10月ってもう年末じゃ11月12月、結構ざっとたくさんのダンスイベントが入っています。12月で言ったらクリスマスのダンスショーもこれからちょっと準備して、クリスマスのネタ作ってから作って披露していけたらなっていうふうに思っているので、ワッツアップはだいたい10月ぐらいからすごい忙しくなってきますので、お父さんお母さんたち、普段のレッスンもそうですけど、あちこちイベントは忙しくなってくるから、送り迎えとか髪型もいつも、ね、家族それぞれやってくれるので、すっごい助かるんですけど、子供たちの部屋に行ってくれたり、衣装を新しく買い替えたり、とっても大変だけど、サポートよろしくお願いします。で、子供たちにはこうやってダンスコンテストとか、あの舞台本番の日に、全部力を出し切ってお父さんお母さんたちにちゃんと感謝で返すんだよっていうふうに教えていくので、しっかり楽しいパフォーマンスを見せることができると思います。パフォーマンスを見せると、ここから先とっても忙しくなるけど、また年末発表会の日もありますので、その発表会まで、どの毎日がつけど、走り抜けていきますね。ちなみに、発表会、今年は素敵な日に決まりました。12月24日、クリスマスイブの日に発表会やることになったよー、イエーイって感じだね。私はちょっとクリスマスイブは避けられたらなって思ったんだけど、家族だんだんだし、ね、みんな来るはずだったから、借りる予定の千人のホールが開けようと言ってから、さっきクリスマスイブに来てくださいって言っているか のように24日に開いたので、よかったので、そこに入れてください、この日って感じで約取ってきました。千人ホールから頑張って、最後の方になりましたが、今日も、ワッツアップ決め出すスクールは無料でやっています。4時半から中クラスが開かれ、4時半から中クラスが開かれ、予約とかはなしで、申し込みでいつでも受けられる。受けられるので、私、声も疲れてるので、少し、かすれてるのが、マイクに、いつもどおりですごくいい声です。いつもこれぐらい声が、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 声が
いですね。また来週も元気よく放送していきたいと思いますので、またワッカープレイディを聞いてくださいね。ね、まあ今週の放送はこの辺で終了となります。また来週も来週土曜日12時から放送時間をお届けしているので、時間をお聞きください。それでは終了です。パーソナリティは私、ワッカープレイディでした。バイバーイ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 。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。これツイキャス30分で終わらなくなったんです。あ、そう、あ、でももしかしたら。